皆さん、今日はありがとうございました。小安武人です。ですね、本来はそちらに行って、いろいろといろんなお話ししたりとか、皆さんと一緒に楽しくイベントをしたかったんですけども、ちょっとスケジュールの観光だって、スケジュールの関係で、そちらへ伺うことができなくて、本当申し訳ないと思っております。ですがですね、イベントの方は楽しんでいただけたと、思っております。普段見ることのできない、なんだろうな、監督たちとか、スタッフさん、それからね、若い男の子たちのバンドとか、あとそれからマインドダイブとかね、いろんな演奏があったりとか、いろんなお話が聞けて、もちろん、僕たちが本当はいた方がいいのかもしれませんけど、いなくても十分楽しんでいただけたんじゃないかなというふうに思っております。それからですね、肝心の今回ミュージッククリップ、今ちょっと後ろで流して、僕も、できたばかりのビデオを今事務所で見ておりますけども、いかがだったでしょうか。僕の感想はですね、すごく例えばいろんなこうクリエイターさんが集まって、一曲一曲作っていてですね、それぞれに個性があって、とっても面白いような出来になっていると思います。僕はちなみにですね、カーニバル2000が結構好みです。バイスの絵柄的に言っちゃえばちょっと似てないところもあるかなとはね、若干皆さん思うかもしれませんけど、なかなか面白いと思いますね。それから東京スリングも、すごく綺麗な映像だったりとか、オーバーサイドザなんとかムーンアザーサイドオブザムーンでしたっけ、もうすごくかっこいいですしね。それからラストインマイウィンズも、これを見るとなぜか、そうですね、ユニットバイスを解散してパシフィコ横浜でライブをやった時のことをちょっと思い出して、涙ぐむ方もおられるかと思います。僕もちょっとあれを見るとですね、胸のこの奥の方がズンズンとくるような感じがありましてですね、やっぱり相対的にバイスっていうのは、アニメーションもそうですし、ドラマもそうですけども、こういうミュージックというか音楽的なものでもね、ものでもバイスというのはすごく優れていたんじゃないかなというふうに思っております。今回のこのミュージッククリップ、僕の中ではとってもすごくいい出来になっていると思います。皆さんもぜひ、そうですね、自分のお手元に置いて、何度も何度も繰り返して見ていただけるととっても嬉しいなというふうに思っております。それから生で聴いたマインドダイブの演奏はいかがだったでしょうか。そうですね、とっても、なんだろう、心に響くような音楽性のセンスを持っている方たちなので、僕もそこに行って本当は、ね、直にこう応援したりとか、一緒になって歌ったりとかできたら本当はいいなというふうに思っております。さて、歌も歌ってしまいましたし、そこに、このような素敵な映像が加えられているだけでありまして、ここからが実は、バイスの真骨頂というか、これから先、なんと皆さんお待ちかね、お待たせいたしております、バイスの、OVA がついに出ることになりましてですね、この OVA 一体いつ出るんですか。10月12月11月、11月ぐらいですって。11月ぐらいに OVA が、発売になります。今鋭意制作中というわけで、今回の OVA はですね、一言で言えばバイス対バイス、ドラマティックプレシャスで2代目バイス対3代目バイスというのをやりました。今回の OVA の売りはですね、まあ売りはというか話の内容的なもので言えば、バイス対バイス、もしかしたら内部分裂があるんではないか。まあ4人いますよね、バイス、アヤ、ケン、ヨウジ、オミ、二分割する恐れがあります。誰が誰と、チームを組み戦うか分かりませんが、バイスの中でバイス対バイスという戦いが繰り広げられることに、なると思います。今回それが、最大のポイントというか、全2巻なので、思いっきり長い話はできませんけども、かなり、そうですね、ギュッと絞った、そして、中身の濃いような内容になっておりまして、これもぜひ綺麗な映像で、綺麗な絵で、綺麗な声
で、超えられるかどうかは分かりませんけど。